こんにちは、岡崎です。OK先生です。今回は国語教科書町の豊かさとは何かの解説をやっていきたいと思います。豊かな町と聞いたらみんなどんな町をイメージするだろうか、みんなはどんな町に住みたいと思うだろうか。それは金銭的に余裕があり物が溢れるような町かもしれない。そこの町に住む人々は高級車に乗っていて、いろんな別荘を持っていて、高級料理を毎日食べている。でもね、現代においてはそういった町に住みたい、そんな生活をしてみたいという人は減っていってるみたい。現代の人々が考える豊かさ、町の豊かさというのは、人と人がつながり合っているような町。そこでは気軽に挨拶を交わすことができて、笑顔でいろんな人と協力し合ったり、お話をしたりする。そういった町に住みたい。それこそが町の豊かさなんじゃないだろうか。そういう人が増えてきたみたい。となると、人々の考え方に合わせ、作られる町というのも変化していく。現代において町というのはどこを目指していけばいいのだろうか。そういうことを考えさせられる文章です。一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。町づくりを進めるときに住民参加による設計、それを元にして町づくりを進めていく。後期定年筆者の山崎亮さんは最初、いやそんなやり方ではうまい町づくりはできないよ、そういうふうに思っていた。なぜなら町を設計するというのは建築家の役割で、一人の人間の頭の中でいろんな要素を考えて、それをバランスよく整えていき、様々な条件を美しく統合化していく。ここには渋滞しないように大きな道を作ろうとか、人々が住んでいるこのエリアのここの場所には公園を作ろう、その公園の中には何歳の人をターゲットにしてこういった部分を作ろうとか、そういったことは全体のバランスを見ながらプロの建築家が考えて進めるべきだ、こういうふうに考えていたの。ねえ、そんな住民参加なんて一人一人の住民の好みとか考え方が違うのに、好き勝手なことを言い合ってそれを参考にしてデザインを決めていく。そんなんでいい街づくりなんかできるわけない、街を設計できるわけない、こういうふうに考えていたの。だからね、最初住民が参加するワークショップで一般の参加者が専門家のアドバイスを聞きながら行っていく共同作業において、建築のこととか公園のデザインが決められていくこと、本当にそんなことできるのと半信半疑だった。どうせそんなことやったって結局最終的には専門家とか役人が決めたような結論に最後は落ち着くに違いない。一応ね、参加者たちに聞くふりはするんだよ。このあたりはどうしたらいいですかね、あ、ここの部分についてはみんなの意見が一致しましたね、こういうふうに時間を取ることは取るんだけど、結局最終的に決まるのは専門家や役人たちが決めた計画通り、みんなの意見を聞いたふりをして結論が出されるに違いない。そんな予定調和的な話し合いが行われるに違いない、こういうふうに筆者は考えていたの。ところが実際にやってみると、話し合いの場がうまくデザインできていれば、うまく機能していれば、それは実際に街づくりの空間のデザインに反映できるということ、住民側の参加者たちから専門家が学ぶこともあるっていうことで、そういった場が作られることによって、それまで知り合いでなかった人たちがその設計のワークショップをきっかけとしてつながっていく、一緒に活動を始め出す。で、最終的に例えば先ほどの公園の設計で言えば、そのワークショップに参加した人たちが公園が完成した後で、自分たちが設計に参加して作った公園だということで、よくその公園を訪れて活動するという傾向が見られたんだね。で、そのようにそこの公園でそういった活動をしているということ自体がさらに話題になって、他の人を巻き込んでいき、どんどんとそこで活動する人たちが増えていく。それっていうのはその公園のデザイン、物としてのデザインが人を呼んでいるのか、それともそこで活動するという人がいるということが他の人たちを巻き込んでその公園に参加させて呼んでいるのか、それが見分けがつかない状態になるほどだったんだね。そう考えてみるとね、コミュニティ、地域社会の力というのはすごい。もしこれが専門家たちだけの間で決められて、デザインは非常に美しい公園になったとしても、そこに訪れる人が少なかったらあまり意味はないよね。それよりもみんなが訪れやすい公園を作って、さらに自分たちが作った公園であるという意識を持ってもらうことで、みんながその公園を大事にするとともに、いろんなことにその公園が使われていく。それこそが街づくりや公園が目指すところではないだろうか。実はね、筆者はコミュニティということ自体に関しても最初はかなり疑いの目を向けていた。
中コミュニティという響きは仲良しグループが集まって、そこの中でしかわからないような価値観を持って、群れている、そして他の人を排除しているといったイメージがあった。でもね、いくつかのワークショップを経験し、そこに出来上がったいくつかのコミュニティを見ていくうちに、そういったコミュニティに対するイメージというのは崩れていった。そのコミュニティに集まってくる人たちは、自分たちが楽しむために集まってきていて、で、そこで活動していくことによって、他の人たちを楽しませようとしている。で、その活動が街とか公園を楽しい場所にしようという活動ならば、たくさんの人からその団体の人たちは感謝されるよね。で、感謝されるとそのコミュニティの人たちは嬉しくなる。で、ますます活動は活発化していき、その活動に参加する仲間は増え、できることが増えていくので役割も増えていく。で、またさらに感謝されるようになっていく。こういったコミュニティに参加するということは、その人の豊かな人生につながっていくのではないだろうか。そういったコミュニティがたくさん存在する町というのは、豊かな町につながっていくのではないだろうか。ではここでその豊かさとは何かといった問題について考えていってみよう。今ね、みんななんとなく分かっているの。金や物を持つことだけが豊かさではないということ。例えば自分はお金持ちになって高級車を乗り回して、たくさんの別荘を持って毎日高級料理を食べたい。そういったことを人生の目標と考えている人。それは一昔前に比べるとかなり減ったみたい。そう、もちろんそういった豊かな暮らしをすることは、ある程度人生には必要かもしれないけど、人生の豊かさっていうのはそれだけじゃないよね。じゃあ何が豊かさとして他にあるのかというと、それはもう人それぞれでいろいろあるとしか言えない。でもね、その中で一つ注目されているのがソーシャルキャピタルといった考え方。これは共同体とかその社会において人々が持っている協調とか信頼関係といったものだけど、これを築けている人ほど人生が豊かだ。こういう風に感じるみたい。まあそうだね、いくらお金を持っていたって一人ではそれを分かち合う人がいないんだからちょっと寂しい。一方でそこまでお金持ちではないけど、生活に困らない程度の暮らしを送ることができていて、そして周りにはたくさんの信頼できる人たちがいる。そういった中で暮らしていってる。そういった人生の方がいいと考える人は多いんではないだろうか。そう、現代においては人とのつながりが充実していることも人生を豊かにする要素の一つだと考えられているわけで、先ほどのコミュニティで活動する人はこういった多くのつながりを手に入れることができる。だからね、こういったことを活かして街づくりを進めてもいいんじゃないか。そういうふうに筆者は考えるようになっていった。そう、優れたデザインというのは豊かな生活を市民に提供する。でもその豊かって何？こういうふうに言われたとき、その豊かさというのは時代によって変化していくものであるに違いない。一昔前はお金とか物をたくさん持つこと、それが豊かだというふうに考えられていたから、そこでのデザイナーの仕事はそういった人たちが満足できるように美しいものをたくさんデザインすることだったに違いない。でもね、現在の人たちはそういったものよりも人と人とのつながりを求めているとしたら、そう、その街の中でいろんな人とつながっていて、やりがいのある仕事について自由な時間を持つことができる。そしてその中で自分が思うような暮らしをしていくことができる。そういった人たちのために作られる街をデザインするというのは、物を作るだけではなくて、つながりとかアクティビティ、活動それ自体をデザインしていくことが必要なのかもしれない。で、その一つのやり方として住民参加型の街づくりといったものが考えられているんだね。で、実はコミュニティにおける人間関係というのはほとんどお金は発生しない。逆にそこでお金が発生したら、つながりというものが切れてしまう可能性すらある。例えば誰かに何かをやってもらったとき、ありがとうと言ってお返しをすること、それが続いていくことによって人と人とのつながりというのはできていくんだよね。で、これがもし誰かに何かやってもらった後お金を払ってその関係を終わりにするということは、その後のつながりには発展していかないよね。その関係を一旦切るということにつながってしまう。だからつながりを豊かに持った街とか人生というのは、現金を返さない環境をたくさん持っておくこと、多様に持っておくことが重要になり、コミュニティというのはまさにこういったつながりをいろんな方向に持った人たちが集まっている場所ということができる。だからね、街づくりとか町おこし、こういう言葉が使われているとき、そこで経済的な成果ばかりが目的となっていないか、それについて考え直してみる必要がある。街を豊かにしていこう、経済的に活性
性化していこう。こういう風に言うとね、金とか物だけが集まるようにすること、そればっかりに目が行きがちになってしまう。でも今の社会っていうのは、それだけが目標として考えられているわけではないでしょ。だから町が活性化するということは、そこに住んだり働いたり訪れたりする人が生き生きとした状態になっており、豊かな人間関係を持っていること。まあもちろんね、お金とか物とかが全くなかったら暮らしにくくなってしまうから、ある程度そういったものも揃っていないとダメなんだけど、そこばかりに注目してはならない。そういった20世紀型の古い豊かさとか活性化の概念に縛られてしまうのではなく、もっと個人における豊かさとは何か、街づくりにおける豊かさとは何か、具体的には人と人とのつながりのこともしっかりと考えていかなければならないはずなんだね。今はね、経済的に成功するというとお金持ちになるといったイメージがあるけど、もともと経済という言葉は形成催眠から来た言葉で、それはお金だけを意味する言葉ではなかった。世の中を治め、人々を救うこと、それを意味する言葉だったんだね。つまり私たちはこの形成催眠という言葉が意味するように、人々の幸せな生活を実現させるために街づくりというものを進めていかなければならない。そのために私たちは経済とか豊かさといった言葉がどんな要素から成り立っているのかということをもう一度見つめ直して、そこにあるのは人々のつながりとか人からの感謝、あるいは自分の役割が増えていくこと、そしてそこにお金とか物をちゃんと持っていること、こういったことが全て組み合わされていって、自分たちの豊かさは成立しているんだ、そこに立ち返らなければならない。で、実は街の豊かさというのも、そういった人々が街を作るんだから同じような要素で成立しているはずだ、こういうふうに筆者は考えているんだね。どうですか、今回の授業わかりましたか？街づくりとか街おこし、こんな言葉をみんなも聞いたことはあると思うけど、自分たちが参加するその街であるならば、しっかりとどういうふうに設計デザインされていくのか、そこは見つめていって、できればどんどん参加していきたい。そうすることが自分たちの人生やその街に住む人々を幸福することにつながるのだから、こういったことを考えさせられる文章でした。もう一回今回の文章を読み直して、自分が社会のために何ができるのかについて考えていってください。それでは今回の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を出していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。